株式会社キッソーの吉川です。当社はメガネの材料商社をしています。主に、メガネで扱う、材料、金属材料と、プラスチック材料、メガネを構成する部品、そのメガネの、枠を加工するための機械の、販売を行っています。それと、今から10年前からメガネのそのアセテートという、プラスチック材料を使いましてアクセサリーとユニーク雑貨を、作っています。こういったそのいろいろな、柄の、アセテートを、貼り合わせしまして、それを、削り出して、リングであるとかピアス、バングル、ブレスレット、そういったアクセサリーを作ったりですとか、このようなメガネの材料と技術を使って耳かきなどのユニーク雑貨を作っております。それではうちのアクセサリーの工房の方に移動したいと思います。ここがアクセサリーの工房になります。アクセサリー用に材料を仕入れまして、その材料から、いろんなアクセサリーを作っていくんですけれども、当社の特徴としては、こういったその材料を、いくつも貼り合わせをすることによって、このような厚い、オリジナルの柄を作っていきます。で、この、柄を作ったものをさらに、細分化して、このようなちっちゃな、ブロック体のものにして、これを一個一個削り出して指輪を作っていっています。アセテートの生地が入荷したらここの倉庫に一旦保管されます。すぐ出荷するものとお客様からの依頼があるまでしばらくここに置いとくものがあります。この機械は、生地を貼り合わせするための、機械になります。生地の表面を溶剤で溶かしまして、その溶かした面同士を、この機械に入れて熱とプレスで貼り合わせをします。この機械が、厚みを調整する機械になります。表面を刃物でこう削ることによって、生地の、厚みを調整します。では、削ってみます。ここは材料を切断する場所です。パネルソーといって木工用の板とかを切る機械なんですけれども、これでアセテートの板をカットしてます。ここが、磨く場所になります。この機械が、ドロバフといって、傷を取ったりする、研磨の機械で、その横にあるのが、ツヤバフといって、ツヤを出す機械になります。実際に、生地を、磨いてみたいと思います。
リニューの時には、当社の、会社案内であるとか、いろんなワークショップもやっております。例えば、メガネの、この、フロントサンプルといって、材料を、販売する時に使う、サンプルがあるんですけれども、まあ、このサンプルを使って、メガネバングル、これを熱をかけて、バングルにするというワークショップも、やってますので、ぜひ、試しに、挑戦してみてください。あと、直営店の方が、11月頃に、オープンする予定です。当社の、商品すべて、揃ってますので、まあ、リニューの時も、販売してますけれども、リニューの後も、当社の直営店の方に遊びに来てください。よろしくお願いします。